には仲介事業者が遵守すべき事項として規約の変更を一方的に行うことでフリーランスに対して不当に不利益を与えることになれば優越的地位の乱用として問題となるとあります。 Uber Eats の場合、配達の報酬は Uber 側が設定したものでありまして、メールの告知のみで急に減額されることもあったと。報酬が減れば長時間働かなければならない。配達員にとっては死活問題ですけれども、圧倒的な力関係のために応じざるを得ないと。これが実態となっております。今 Uber がこの5月10日から全国で導入した新報酬体系が報酬の大幅減をもたらすと大問題になっております。先行実施されていた地域では1件の配達が100円台だったり、配達距離に関係なく一律300円とされる事例が数多く報告をされています。そこで公正取引委員会に伺いますが、時給換算すれば最低賃金を大幅に下回る報酬水準ということになりますけれども、一方的な、しかも最賃を下回る報酬の決定というのは、これはガイドライン上も問題ではないかと思うんですが。規約の変更を一方的に行うことにより、自己の取引上の地位がフリーランスに優越している仲介事業者が、フリーランスに対して正常な召喚集に照らして、不当に不利益を与えることとなるときには、優越的地位の乱用として問題となる、こういう考え方をガイドラインにおいて示してございます。これまでの報酬体系は、Uber Eats の場合、Uber の場合ですね、飲食店から料理を受け取る受け取り料金と、からお客さんに渡す、受け渡し料金と、届け先までの距離に応じた報酬、距離報酬といった、内訳が明示をされておりました。ところが新しい仕組みでは、配達にかかる時間や距離、から繁忙状況などをもとに、Uber 側が決めて、配達員には、内訳が示されなくなったということになっております。そこで、梶山大臣に伺いますが、Uber 側は、配達員らで作る労働組合、ウーバーイーツユニオンの抗議にも関わらず、全国での導入を通知しておりまして、このやり方のですね、こんな一方的なやり方が許されるなら、安心して働きようがないと思わないか、その点。で、ウーバーは巨大プラットフォーマーであります。昨年のプラットフォーマー取引透明化法の審議の際に、我が党はギグワーカーに対する不当行為を防止するための措置について、速やかに検討し、所要の措置を講じることなどを盛り込んだ修正案を出しましたけれども、まさにそういう形での、なんだかの措置がですね、検討すべき時が来ているんじゃないかと。仕事と個人のマッチングを行うデジタルプラットフォームについては、市場の状況や取引実態についてこの法律で同様に規律対象とするべきとの実態が明らかとなっているものではなく、現時点で規律の対象とする予定はありません。むしろご指摘のギグワーカーのを含むフリーランスについては、独禁法、労働関係法令などさまざまな観点が関係することから、内閣官房を中心に検討した結果、本年3月に関係省庁からがフリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインを策定をしたということであります。ガイドラインにおきましては、独禁法や労働法、労働関係法令の適用関係についてデジタルプラットフォームが注意するべき事項も含めて整理をされている。昨日の参考人質疑で川上義人弁護士からも、対応の必要性というのは高まっているということについてはご意見がありました。 Uber Eats などの労務提供型のプラットフォーマーを特定プラットフォーマーに指定したとしても、事業者に課されるのは経産省への報告義務や苦情受付体制の整備くらいでですね、大きな義務を発生させるものではないんですね。逆に公平性、透明性を確保することで信頼性向上につながるんじゃないかと思うんですけれども、プラットフォーム取引透明化法の中で検討するかどうかは別にして、こういった課題についてはやはりしっかりと検討していかなければならない。さらに川上参考人からは、フリーランスの取引の不安定さの原因には、常に契約の一方的終了の危険にさらされているために、契約終了を恐れて他の不当な行為に対しても声を上げられないという状況に置かれているということがあるという指摘がありました。一方的な契約終了の事例を伺ったところ、理由も続けずに Uber Eats 配達アプリのアカウントを停止された配達員の例、全国にヨガ教室を展開しているヨギーのインストラクターが、会社が新たに作った有料講習と認定資格の義務付けについて、おかしいと声を上げたら、もう受け持ちのクラスをゼロにされた例などが紹介をされました。こんな事例が数えられないほどあるということを参考人が言いました。梶山担任に伺いますが、ガイドラインでは一方的な発注取引というのは、優越的地位の乱用として問題となり得るというふうにしておりますけれども、昨年の大臣の代弁の言葉の通り、現実に起きている課題である一方的な契約終了についても、これガイドラインでもきちっと対応して救済すべきじゃないかと思うんです。対応を進める上でもですね、大臣ですね、この肝は権限のある下請け検査官と、で、この確保することが大事だということだと思うんです。第二
中間報告では中小企業庁と公正取引委員会の増員などにより独禁法や使途分け代金法の執行を強化するというふうに明記されておりますけれども、専任の下請け検査官は中小企業庁でいうと昨年が58人が今年も58人とで、公正取引委員会の方は昨年が104人が今年も104人ということで増えてないんですね。ストレートままになっていると、フリーランスたくさんの方々がいらっしゃってこういう問題いっぱい起こってるのに増えてないということなんで、これはきちっと人員を増やして執行体制を強化するように強く求めたいと思うんですが、その点いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。実態的な調査ができるように努力をしてまいりたいと思います。笹井明君。ぜひやっていただきたいと思います。ILO が今年2月に発表した変容する仕事の世界におけるデジタル労働プラットフォームの役割というのがありますが、これによりますと、2010年から20年の10年間で、ギグワーカーは5倍に拡大をいたしました。どうやって働き手の権利を守るのか、各国で真剣な検討が行われております。イギリスでは最高裁でですね、配車サービス、ウーバーテクノロジーズの運転手が同社の従業員と認定されたと。スペインではアプリを利用した食事宅配の配達員を従業員とみなすライダー法が発行いたしました。欧州委員会はギグワーカーの権利や労働条件の改善に向けて労働組合や企業側との協議を開始をいたしました。梶山大臣、日本でもですね、ギグワーカーやフリーランスにどう人間らしく働く権利を保障するか、やはり実行ある対策が急がれると思うんですが、いろいろ検討した上で3月26日にガイドラインを公表いたしました。公表はガイドラインというのは守られなければ意味がないわけでありますから、まあ、それぞれその対応していく人たちがしっかり守ることができるような対応もしてまいりたいと思います。まあ、その上でより実行あるものって、ね、法的整備ということも必要だと、で各国やっているということでぜひやっていただきたいと思います。ベスティアデジタル問題担当の欧州委員は、すべての人を擁護し安全に尊厳を持って働けるようにすべきだとこう述べておってですね、まさにこの立場で対応を急ぐことを強く求めておきたいと思います。そこで関連してフリーランスの問題で、直接支援のことについて伺いたいと思うんですが、フリーランスに対して人間らしい働き方を保障するとともに直面するコロナ禍への支援をしっかり行うことが急務であります。自治体の支援策もあるんですけれど、これもまちまちで、例えば大阪のフリーランスでスポーツインストラクターの方はですね、自治体の協力金は飲食店に特化をされて、大阪の場合ですね、主に固定費補填などにあって、結局活用できる支援策が実際からはないという方もいらっしゃると、行くにもなかなか大変ということになると。で、広島の個人事業主からは、自治体の支援策は国の支援策に上乗せするものが多くって、国の支援策から漏れた事業者は結局漏れたままということで何も支援がないという声も上がってるんですね。だからここは本当にきめ細かく一人一人の個人事業主フリーランスの方々はどうするかと、国としてきちっとやっぱり支援するということで検討が必要だと思います。最後に大臣に伺いますが、やはり多種多様な働き方がある中で、国の支援策はその現状になかなか見合うものになりきってないと。で、全国知事会は5月10日に、また改めてですね、緊急提言を出されました。もはや全国での緊急事態宣言も視野に入りうる深刻な状況に至っているという、そういうこの認識に立ってですね、緊急の提言をされているんですけれども、そういう点では、一時支援金はもちろんのこと、現在準備中の月次支援金についても、支援対象地域も含めた支給対象の拡大や支給額の上限引き上げ、売上要件の緩和などを図って、困っているすべてのフリーランスが活用できる制度へと、やはり一歩でも二歩でもですね、改めていくということで必要ではないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。全国知事会からは予算も含めて都度要請書が来ております。まあ、そういった要請書に対しまして、しっかりと予算で応えていくということで、先方とのやり取りは頻繁にさせていただいております。まあ、今回また来ているということでありますけれども、今の状況を鑑みて、どういったことができるのか、最大限知恵を絞ってまいりたいと思います。笠井明君。まあ、最大限知恵を絞る、これ本当に今大事なことだと思います。もう長引くコロナ禍でもう1年以上経っている中でのことですし、本当に一人一人の事業者、個人事業者、フリーランス、本当にこう今日どうつなぐかという状況でなっている状況だと。ですから大臣が冒頭にも強調されました、現実に起きている課題は改善しなければいけないと。まさにその通りで、持続化給付金で浮き彫りとなった課題が、まあ、今でも改善されないのであれば、それはですね、されていないのはですね、やっぱ困っている多くのフリーランスやっぱり取り残されてしまっているということになると思うんですね。ですから、コロナ禍の影響は全国に及ぶと。そして誰一人取り残さないように要件を緩和をして、そういうもとで緩和をしてですね、支給額も見直して手厚い十分な保障を行うべきだというふうに思います。まあ、私何度でも言いますが、やはりそういった2回目の持続化給付金こそ今だというふうに申し上げて、今日の質問を終わります。